やっぱり。おはようございます。これ入らせてもらってよかったかな。大丈夫です。はい。すみません。ちょっと古そうやね、これ。はい、古そうですね。幕末のものだと聞いてますね。幕末、はい、ということは150年ぐらい前か。すごいね幕末、はい、それであれですか、これはあのご自宅に置いてあったんですか、こんなの。いや、私のではないんですよ。ここの建物に関わる方のものかな。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。ここなんかお店かなんかやってやるの。ここ私あのハーブを売ってたりカウンセリングとか。あなたやってんの。はい。綺麗な方やで、ね、いやごめんごめんぼーっとしてみてさ、こんな綺麗な方が女優女優さん。女優じゃない。やっぱり女優さんか一般ピーポーです。いやいや、だいぶあれでしたろ、モテましたろ。モテません。今みんな並んどんちゃうな。だから並んだらいいな。いやびっくりした。わし YouTuber やけどね。そうですか。ですちょっと見してもらう。よかったらどうぞ。はい、あのね、お姉さんね、はい、あの YouTube しとるんよ。YouTube。 あ、はいはい、はい、それで YouTube でいろんな取材してもらってるんだけどね。そうなんですね、はい、もしなんならお宅出してもらって、よかったら出すけど。どうこんなんでよかった。そういうよ、ありがとう。ちょっとあれ見せてもらうよ。はい、どうぞどうぞ。そうでしたか、女優さんがいましたか、びっくりしました。高取のあのあれですか、高取の方なんですか。出身大分で、あのこっちには大学で進学できました、ね、大分で。大分出身です。なんでまだこんな高取に来るんですか、大分から。奈良県、関西に行きたくて、はい、で、あのね、大学受験なので、はい、偏差値が合うところって探してたら、はい、奈良の大学が、あの、奈良の女子大教育大です。え、教育大、教育大、はい、奈良教育大、はいはい、に行くことになって、はい、でそれで奈良に来ました。だって奈良の教育から 4,50 キロあの北に行かなあかんよ。ずっと奈良町に住んでたんですよ、大学から。奈良町に。はい、しゃー。そうで、子供も生まれて、はい、家が欲しいなってなったら、はい、奈良町の周辺じゃ買えなくって、はいはい、でちょっと南行こっかって言って、はい、高取に来ました。ちょっと南すぎるんちゃう。好きです、ここ。え、ここ好きなんです。そうですか。いや、奈良に来ても奈良の市内やったら分からないけどね、はい、それから橿原ぐらいやったら分からないけど、はい、びっくりしましたわ。ちょっと田舎が好きね。超田舎です。奈良の中でも。どちらにお住まいですか。わしはあの大阪。あ、そうなんですね、はい、大阪のね、はい、藤井寺って分かるかな。分かります。あの辺に住んでます。そうですか、はい、で、この高取にはね、はい、この祭りが来られて毎年来てるんですよ。はい、はい、そうなんです、ね、ほんで家内の方知り合いが多いんでね。あ、そうですか。泊まったら最後ね、なかなか話してくれんからさ、来るまでもう1時間ぐらいかかってる、ここまで。そうなんです、ね、うん、ありがとうございます。ちょっとじゃあ紹介してもらえませんか、これ。紹介、はい、ハーブ。ハーブですね、あの海外の、はい、ものもあれば、はい、日本の薬草みたいなものもあります、はい、イチョウの葉っぱとかカキドリスとか。これはどうやってあのハーブは使うんですか。これはあの基本的にお茶、お茶にして飲みますね。ハーブはお茶にして飲むんですか。お茶にして飲みます。それは私も初耳やね。ハーブっていうのはイメージ的に、はい、あの香りを楽しむと思ってたからさ。はい、あ、そうなんですか。ハーブティーは、はい、漢方とかと違って、はいはい、美味しくて、はい、綺麗で、はい、体にいいっていう感じ。うん、なるほどね。それを専門でじゃあ学校で習いはったの。いやいや、専門じゃないですけど、ハーブとかこう、はい、薬、あ、違う、草とかから、草とか花から抽出された、はい、あの精油っていうかな、アロマ、はい、アロマね、はい、うん、とかを、まあ、自然にあるものを使って体を健康にしていこうみたいな、まあ、自然療法っていう分野があって、うん、でそれを学んだ時にハーブが面白いなと思って。趣味です。あ、ハーブと、じゃあ生態科なんかやってんの。
整体？私はカウンセリング、ヒプノセラピーっていうのをやってます。ヒプノセラピーっていうのをやってます。セラピーって、難しい話だね、わしらで心と体を楽にするセラピー、はい、それをここでやってらっしゃるの？そうです、2階でやってます。2階どこから上がるんですか？2階ここから上がるんですよ。上がるとこあるの？あ、ここからね。そうなんですよ。あ、すごい、見せてもらっていいかね。すごい、いやー、これびっくりした。これはここからはちょっと想像ができなかったぞ、これ。そうですか。いやー、すごい。ちょっとこれからお客様が来るので。はい、ありがとうございます。お話できないです。いやいや、上に上がらんけどね。そんなも上がらんから。ね、時間があったらぜひ見てほしい。上がらんけどさ、もうお客さんやろ。ありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube 出しとくよ。何で検索したらいいか。ブルースカイゆかりチャンネル。ブルースカイ、うん、ゆかりチャンネル。わかりました。覚えてる？なんかブルースカイ変えとこうか。青空。あ、青空でしょ。ブルースカイゆかりって入れるの出てきてるの。ブルースカイゆかり。あ、すが、すが、あの、なかなかね、1,2,3,4 回目ですわ。あ、そうなんですね。高取りはだからだいぶ知り合いになってね。あの辺の、メイン会場なんかね、はい、みんな知り合いやから、なかなか話してくれへんかったからね。ブルースカイゆかりチャンネル。ゆかりチャンネルですね。はい、古墳を回っとんだけどね。あ、そうですか、うん、古墳で、お店もいろいろ出してる。はい、あのお店タウンフォーも出してます。はい、なんか見てやってください。登録してくれたら嬉しいわ。ね、ほなまた来るときはね。はい、来年また寄りますわ。はい、また寄ってください。女優さんでございました。ありがとうございました。